はい、どうも、トウガです。行ってきました。こちらですね。はい。はい、デストラクションかな。はい、デストラクション in 東京 9.17 大田区総合体育館大会後観戦しに行ってきました。今回はその感想と、あと、金プロをね、ワンボックス買ってきたんで、その開封をしたいと思います。サイン会の整理券をもらったんですが、まあ岡田選手と高橋裕次郎選手だったんですけど、岡田選手の方はまあ早々に亡くなってしまいまして、まあ代わりと言っちゃ高橋裕次郎選手のファンに申し訳ないんですけど、裕次郎選手のサインをもらってきました。はい、こちらですね。はい、うん、これね、ただね、これがバレットクラブで、これに東京ピンプスっていうことは名前これかうん、まあいいか高橋城選手ね、かっこよかったっすよ。はい、すごく。今回しかもエスコートギャル4人ぐらいついてきてね、まあ負けてしまいましたけどあとマイクコールもやってましたね。なんか剣にオメガのあれ、いつもやってんのかな最近。はい、それではまず開封していきましょう。ああ、あと金プロがね、まあ、皆さん知ってると思いますけど、次の20段で終わるということで、確かゲームのサービスそのものは来年まであるらしいんですけど、まあカードそのもの、カードはまあ次の段で終了ということで、さーて、非常に残念ですけども、今回はまあジュニアがメインだったんで、櫛田がね、タイトルマッチがメインだったんで、ジュニアの段を買ってきました。はい。PR カードはマスターですね。はい。それでは開けていきましょう。確か前回買ったときはウルティモドラゴンだったんで、まあそれ以外のトレーラーが出ればいい感じですね。はい。ジャンピングバック、ジャンピングバック、これはボビーフィッシュですね。はい。柴田とのタイトルマッチ、柴田がなんとか勝ったって感じですけど、まあ体調があんまよろしくない感じでしたね、柴田。お、武士です。タイトル取りましたね、ついに。まああんだけね、言っといてね、タイトル取れなかったらね、もう当分チャンスないですからね。まあ、うん、まあ、とりあえずおめでとうって感じですけど、10月の両国、まだリマッチなのかなと思うと、うん、ちょっとね、リマッチはね、どうだろうって感じもしますけど、おラミスティカですね、鳥、ミスティコですね、はい、のブーストのトリレアスですね、はい。まあ正直武士が勝ったのは意外っちゃ意外でしたね。うん、それでも櫛田が勝つかなと思ってたんで、個人的には。はい、菊太郎、ライガーです。あ、ライガーほんまにやられた、ピンフォー取られてましたね、そういえば。はい、デュモドラゴンのキャメルクラッチ、しかしこう考えてみるとジュニアはタッグは結構充実してる感があるんですけど、シングルのジュニアやる人あんまいない感じですね。層が薄いというか、なんていうか、メシア降臨、笑えるな何度見ても。これマスカードラタ、今も WWE でやってますよね。はい、ラッケブラーダ、これはハヤブサですね。バレットクラブが今確かジュニアでやってるのが マット・ジャクソン、ニック・ジャクソンのジャック卿の2人で、シングルプレイヤーがいないと思うんでね、裕次郎あたりがそれこそジュニアに転向してもいいんじゃねえかなと思うんですけど、
ロッキー・ロメロ第1試合出てましたね。はい、金丸義信。そういえば J カップで準優勝でしたけど、今年の J カップはね、いまいちになったような気がします。見に行ったわけじゃないんですけど、結局決勝が IWGP ジュニアのチャンピオンと GHC のジュニアのチャンピオンですからね。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ面白みのない結果でしたね。はい、お、オスプレイ、オスプレイ今回ねキレッキレでしたね。ほんと6人タッグマッチ出てましたけど、一番目立ってたんじゃないかな。ほんと超キレッキレでしたよ。お、ミランドクネクション AT さんですね。復帰すんのかなこの人。あ、トリリアじゃないかこれ。そういえば何気さらっとやってたけど、あ、やべえ、ミランドクネクション AT、 内藤がちょくよくちょっかい出してましたけど、どうなんだろうな。そういえばチンクラッシャー、武士が連れてきたパレハは結局ボビーフィッシュですね。誰だったんでしょうね。ネットではなんかイービルじゃねえかって話もあったんですけど、誰かね、本当にそうなのかな。なんか線が細い印象があったんですけど、イービルよりかは。イービルだったら別に普通にマスク脱いでもいいような気がするんで、両国あたりで正体明かすのかな。このゲドウヤマト、はい、そういえばボビーフィッシュと柴田のタイトルマッチ、まあ、柴田は勝ったんですけど、その後カイル・オライリーが挑戦表明しましたね。ということはもうレッドラゴンはジュニアは卒業というか、まああっちはまあジュニアっていう階級そのものがないっぽいんで、もともとそんな本人たちはこだわりないのかもしれないですけど、マッツサイダル、はい、まあヘビーに行っちゃうんでしょうねこのまま。つうかもう新日本のレスラーで今純然たるヘビー級ってそんないないっすよね。100キロ超えてる選手ってケニー・オメガも100キロ切ってるし、柴田も切ってるだろうし、他の選手だって絞ればすぐ100キロ落ちるような人ばっかっすもんね。出た、そうオスペイと一緒でね、体格一番輝いてた人です。この人よりめしき腕固めってやってましたね。ほんと。あと、一番美味しいポジションかもしれんな、この人今、何気に。はい、フニタ・ジュニタ・ハヤト。はい、ラストですね。そうか、もう鳥が出ちゃったかな。金丸義信のムーンサートプレスバレッタでドアダスクで取りますね。はい、今回は以上です。はいですね、まあ武士がとりあえずチャンピオンになりましたと。まあ、リマッチすぐベート取られたら取られるのかな、これどうなんだろうな。もうこれからはもう来年の 1.4 に向けてどんどん動き出すんですけど、どうなのかね武士は。ちょっとね、昨日この前のタイトルマッチで1試合だとどうもいまいち評価がしにくいというか、ちょっとね途中もたついてた感じがあった気がするんですよね。まあ、10月のリ、多分リマッチだと思うんで、そこでどうなるかって感じですか。あれ、これ何でヤマトこんな感じ入ってんだ。はい。アネマル、キュラーだ。で、トリレアは、ミラノクリエーション AT 先生と、ラ・ミスティカですよね。はい。
とりあえず今回は以上ですが、来月また10月10日ですね、キンプロ、キングオブレスリング、両国大会あるんで、そこ行って、確か最後に20弾が先行発売されそうなんで、それ買って、また開封動画を上げたいと思います。今回は以上でした。ご視聴ありがとうございました。では。